そうですね、まあ、その始めたきっかけが親がピアノしとる人が指が強いっていう話を聞いたから、バレーボールでオーバーパスをする時の指の強さっていうのもすごい必要でしたし、小学生の時っていうのは指が弱いので、やっぱその時にベースを少しでも高くするように強くするためにピアノを始めたっていうのが、まあ、きっかけでしたね、ピアノが。